アズマリュースの一東リュースは、東リウス島とも呼ばれ、香港深海最高区の最南端にある島である。将軍陸の南東、石王の東に位置し、仏道門という海峡の南側にある。面積は約2.242平方キロメートル。1200年代に、東リュースに税関が設置され、仏道門の海峡に侵入してくる、外国船を見張る役割を果たしていた。 18世紀には、仏道門で暗躍していた海賊を取り締まるために、軍が駐屯し、広台八門が建設された。現在、住民は漁業などに従事しているが、週末にはハイキング、釣り、ロッククライミングなどを目的にした客が訪れる観光地になっている。島内を周回する山道があり、3から4時間で一周できたが、現在途中で途切れている。 砲台の近くには、香港政府が指定するキャンプ場がある。アズマリュうへ渡るためには、土日祝日にのみ運行されているフェリーに、リヨモンさんや村鳩場から乗り、40分ほどかかる。2013年までは、西湾側からもフェリーが出ていたが、不定期になっている。なお、遭難者の緊急搬送などのために、南道いたの付近に、ヘリポートが設置されている。ありがとうございます。